えー、マイク・バーティラさん、こんばんは。皆さんも寝てしまう方も多いのかなと思うんですけど、ちょっと表でね、そよ風が吹いているところで動画を撮ってるんですけど、えー、カブかぶくん、こんにちは。スイスは美翼も何度か行きましたけど、本当に物価が高くて参りましたね。いやー、もう高いですよ。うん。スイスといえば、万が一の核戦争に備えて、2年分の小麦を備蓄しているので、古い小麦から出荷するので、パンが珍しいです。あ そうなんですね。これは初めて知りました。2万、2年分の小麦を備蓄してるっていうことなんですね。確かに、一瞬だけ通ったことあるんですけど、パンが高いし、しかも、まずいんですよ。うん。はい。料理は本当に美味しくないです。うん。ですから、フランスに近い人は国境を越えてフランスまでパンを買いに行くそうです。あ、そうなんですか。うん。でも、イタリアとかも近いんで、イタリアとかとかとかもね、国境を越えて行きそうな人、ね、いますよね。 ちょっと初めて知りましたね。うん。ベルギーでは物価高に抗議して大規模なデモが起こって公共交通機関も止まっているそうですね。はい。あ、止まってますよ。だからね、電車は動いてるところ多いんですけど、バスとかはところどころ止まってますね。うん。オスタンドは大丈夫ですかということなんです。オスタンドは今のところ大丈夫ですけど、ちょっと今オスタンドにいないので、ちょっとわかんないですね。うん。ただ、昨日はかなりパニックったらしいですよ。うん。 えー、バルト海に面したロシアの飛び地のカリーニング,グラードへの鉄道輸送を、隣国のリトアニアが停止し、ロシアが報復を示唆しているそうです。カリーニングラードにはロシアのバルト船体の、あ、艦隊のかな、基地があります。リトアニアは第二次大、えー、戦当初に無理やりソ連に併合された歴史があり、 ロシア人を憎んでででいいるそううすすということこね、うん、最近ちょっとあのこのロシアウクライナ戦争の話、えー、あまり見てなかったんですけどちょっとまだあれですね、うん、嫌な予感があるということですね、うんえー、そして空でさんありがとうございます、えー、こんばんは今日奄美地方で梅雨明けしましたああなるほど奄美で6月中に梅雨明けは早いですね ってことは、梅雨前線の北上が早いっていうことなんで、今年は夏、暑いかもしれないですよ。うん、私のところは、えー、今日は曇りで、最高気温は23度でした。ああ、なるほどですね。うん、そんな暑くはないですね。うん 宿泊したホテルで挨拶場に出場した選手に出会うとは奇跡的な出来事でしたね。これ、ひろみゆずきさんのことなんですけど、奇跡ですよ。しかも、神対応までしてくれたとはすごい話ですね。これは一生心に残る思い出だと思います。日本には当たり前にあるコンビニは、海外の方にも好評のようです。いや、本当ですよ、うん。日本みたいに24時間営業のコンビニとか、海外にはないですからね。うんえーコンビニの 質の高高さってほんと高いですようんおに,おにぎりも、えー、試す方も多いようでこちらも好評のようです今は日本のコンビニもレジ袋が有料化されましたがヨーロッパから見たらかなり安いと思うので日本滞在中はそんなことも気にしないさそうですそうですね全然安いと思いますようん本当にはい s いえばこの前株ブさんから教わりましたがベルギーにはコンビニはないようですねないですねうん ルの駅のちょっと近くにあったような気がするんですけど、あの多分ないですね、うん。見たことないです。うん、あのアラブの人がたまに経営しているあの夜の、ね、夜間営業のお店があるんですけど、またコンビニとはちょっと違うんですよ。しかも、すごい高いです。はいめちゃくちゃ高いです。うんえー、ソルベのアイスから本当にもう800円ぐらいするから、もっとするから、もうすごい高いですよ。 うん、アイスって言っても結構大きめの箱ですけどね、うん、結構高いんで、またちょっと感じもあんま良くないんで、うん、NHK の平井さんは、平井伸之さんのことでしょう、あその方ですね、うん、そうそうで、現在でも全国の天気予報でよくお見かけします、もうかなり仲ことやってらっしゃいますよね。うん とても人気がある方だと思います。この方に nhk のギャラクシーであの合いまして、写真をね撮ってくれましたね。かなり前ですけど、小学校の頃かな？うん、年寄り何回か所用で。 なので、今も首都圏に行く機会がありますが、関東地方、もしくは関東甲信地方の天気予報でもお見かけします。私も幼少期からテレビでずっとお見かけしています。すごい長いですよね、平井さんは本当。うん、昔、中井さんとかっていう方も、ね、夜の,あの天気予報でやっ,てやってました。中井さんで女性の方であったりとかね。うん そんなおなじみの基礎療報士に生で出会えてよかったですね。何か話したり質問したりしましたかということなんです。この時ね、講演会だったんですけど、その講演会にはちょっと行けなかったんですよ。で、あーと思って、ちょっとだけあの通ったら、ちょうどたまたまエレベーターの前にいて、えーあのうん、写真撮ってくれましたね。うん、レオさん、ありがとうございます。 えー、カビ、病気を治すための病院でカビがあるものを出すの、病気悪化するやん。海外で病気になってはダメだと分かりました。ありがとうございました。じゃあ、そうですね。まあ、あのー、入院した先、ね、入院の病院食のカビの、ね、動画でした。のコメントなんですけどね。うん、いやー、なんか、ねまさかカビ、もう、つべばえどころじゃないです、本当、ねうん。 えー、松井さんよろしくお願いします。はじめまして。ひろみゆずき様。えー、違ったらごめんなさい。私もデニスさん、ステファン講師好きなので、会えるなんて羨ましい。お母様がお誕生日におめでとうございます。よかったですね。ということですよ。うん。僕もね、ひろみゆずきさんの、えー、素敵なエピソード聞いて、これはね、うん、素敵な思い出ですよ。うん。えー、そして松井さんも一丁。えー、カブさん、こんにちは。 私も若き頃、高校生の時、クラブでバスケをやっていた頃、クラブで外国人同士の試合を見に行きました。そうしたら、クラブの仲間がサインをもらおうと言って、ロッカールームまで行っていました。相手は困惑していましたが、当たり前ですよね。若い少女がロッカールームに来るなんて、恥ずかしい思い出です。すごいですね、これ。あのー、あの、 えっとバスケをバスケの外国人同士の試合のねええー、ということなので、めちゃくちゃ体格のいい、ね画体がいい人に少女が行くっていうのちょっとなんか、ねえそのなんかなんんかか雰囲気がちょっと面白いですね。うんあ、いちごプリンさん、ひさだぎにじさん、ありがとうございます。えー、私の大好きなサラサラヘアが、でもこっちもよく似合いますねと。 エキサラ更津さんから、ちゃあ、坊主現る。イケメンはどんな髪型でも似合いますということなんですね。ありがとうございます。もう切っちゃいました。夏仕様ですよ、もう。うん。えー、レモンみかんさんは、わー、わやかっこいいですということでね。ちょっとね、うん。切っちゃいましたね。はい。もうばっさりですよ。ゆうのややさんどうもです。かぶさん、かなりさっぱりしましたね。なんか自衛隊の人みたいです。あの、昔の話になるんですけど、自衛隊服受けたんですよね。試験受けたんですよ、実は。 <laughs> この話はちょっとしたのかな。よく似合っていますよ。お猿と一緒のお出かけですか電車から見る景色を見ながら駅弁食べたくなりました。うん。いやね、そうです駅弁ね、いいですよね。僕も牛タン弁当食べたくてしょうがないですね。うんえー、マイク・バーティラさん、どうもありがとうございます。えー、カブ君こんばんは。 さっ,あとでさっきね、あの、あとで、ちょっと前バさんからまたびっくりしたコメントいただいたんで、それを紹介しようかなと思うんですけど、えー、株君かぶくんこんばんは。おおすっきりしましたね。でも、徴兵された兵隊さんみたいな髪型ですよ。銃を持って、これ、敬礼かな敬礼かなしたら似合いそうですよ、ということで。うん。<laughs> また列車でお出かけですかストライキは大丈夫なんですかということなんですけど、だから、ね、電車はね、あの、国鉄は大丈夫っぽいですよ。 うん、なんか、あの、うん、ただ、ブリュスでの方はちょっとわかんないですね。うん。欧州は日本みたいに駅弁がありませんよね。その通りです。うん。確かイタリアではあったような記憶あイタリアではやっぱりあるんですか。皆さん、駅の売店で食料を買って持ち込んでますよね。あの、うん、イタリアはわかんないですね。そうなんですか。なるほど。ドイツ・ミュンヘンの中央駅のコンコースで焼いている屋台のソーセージはとてもおいしいです。あそうなんですか。なるほど。 ドイツとかイタリアとかでもそういう感じなんですね。ベルギーはないですね。うん。まあ、最近しかもシンコロの影響で電車の中で食べ物持ち込み気にしちゃったんで、まあ、最近良くなったんですけど、あんまりね、あの、ベルギーでは駅弁とか食べてる人いないので、ドイツとかイタリアはそうらしいですよ。うん。 えー、ベルギーの路線バス、とても運転が荒いですよね。これね、ちょっと僕動画撮ってきましたよ。うん。ちょっと今日はちょっと今もう10分ぐらい話しちゃってるんで、紹介ちょっとあれかなと思うんですけど、それもちょっとお話ししようかなと思います。路線バスね、うん、ブリュッセル、あ、ブリュージュはね、そうでもないんですけど、結構荒いっていうかね、うん。しっかり捕まっていないと、座席から振り落とされそうになりますね。 うん、救急車ですから、えー。ザ・ベンタム空港の国際線はほとんどキャンセルだと聞きました。あ、そうなんですか。そうらしいですね。イギリス、英国でも鉄道職員のストライキらしいですね。そんなにサービスが良いように良いようには思えないんですが、あ、そうなんですか。なるほど。じゃ結構ヨーロッパ全体的にストライキしてる感じですね。ベルギーは今日はちょっと僕、思って出てないんでわかんないんですけど、まあもしかしたらストライキとか起こってるのかな、じゃあ。うん はいそして空ねさんありがとうございます。えー、髪を切ってすっきりしましたね。似合ってますよ。これからますます暑くなるのであまりにも長いとシャンプーなども大変ですよね。いやーもうね、なんかね、髪短い方がなんか自分的にもなんか好きですね。うん。もうシャンプーとかも楽ですし、うん。なんかもうとりあえず、なんか楽というかね。うん。 えー、ストライキで運休になっていないかは切りにくかりでしたが、この路線に関しては通常通りのようですね、目的地までお気をつけていってらっしゃいませ。ありがとうございます。電車はね、今のところ大丈夫なんですけど、まあ、中央、ブリュッセルの首都の方は、もしかすると、なんか混乱が起きてるかもしれませんね。あの飛行機とか航空、ブリュッセル空港とか、それからバスの一部が、ストライキが起こってるっぽいんで、うん、なんかでもね、ストライキに、ね、は結構いけますよ。うん なんか年間多分10回ぐらい起きるかな、多分結構起きるんですよね。うんまあ、日本では考えられないことかなっていうことだと思うんですけど、まあ、それもまあカルチャーショックでしたかね、ちょっとね。うん、結構だから起きるんですよ、ストライキって。うん、あなナミさんどうもありがとうございます。お久しぶりです。髪の毛になっています。 あの急なんですけど、なんで今その国にいるんですかあと、かぶって何歳なんですかということなんですけど、まあ、これについてはいろいろちょっと理由があるんですけど、まあ、日本の社会がちょっとね、脱落ですね。はい。まあ、他にもちょっと理由はあるんですけど、年齢は30でございますね。うん。まあ、あのー、自己紹介動画ちょっと気が増えたらやっていこうかなと思うんですけど、ちょっと今まだもうちょっとね、後でやっていこうかなと思ったりはしてますね。うん。まあね。 あんまりこう日本とかそのベルギーとかってそのここ国境っていうのは僕ないんですよあんまりうん何て言うんだろうあの頭の中でねだからなんか痛い,いところに痛い,いっていう感じなんでちょっとまだあの定まってない感じはしますねうんええヒロミユさんどうもありがとうございますえー、おはようございますイケメン大好きゆずきちですええウフォーううきらめくサラサラヘアがざわざわヘアに いや僕、結構髪、目指してますからね。あの、軍服が似合いそうな、生還なる青年になりましたね。あのー、本当はね、もう、もっと坊主でしょうで、ね、この前ね、誰かからそうスキンヘッドやってくださいって言われましたけ、ね、ど、<laughs> ちょっとそれは勇気ないですけど、今日は寒いの、暑いの。あの、この日はね、本当そんな感じです。寒いか暑いのかわかんない感じで、暑いんですけど、風が吹くと寒い感じだですね。うん。 段差で t シャツにダウンベスト、そ,そんな感じですね。うんまあ、でもちょっと寒かったんで、まあ、寒い方の方が強かったかなと思いますね。 すてキ公園にもたくさんの方がいらっしゃいましたが、人混みは大丈夫になりましたが、あでもね、公園はまだそこまで人はいなかったんですけど、結構やっぱり電車の中であったりとかは、まだ厳しいですね、うん。ちょっとやっぱこう、なんかもうちょっとやっぱりこう、こう塞いでたりとかするので、人混みまだちょっと厳しいかなと、多分これ一生なんないと思いますね。うん あの髪にはいろんなものが宿るといいますか、ああ、なるほど、すっきりさっぱり切り捨てられてよかったですよね、芸術的な寝癖が見られなくなるのは寂しいですよ、そうですね、たまにこう寝癖返上中の動画を撮るんで、あれなんですけど、うん、カブくんのように、どんな髪型でもイケメンはイケメンですね、いいなということで、ちょっとあれなんですけど、あ、そうそう、ファンタジー・オン・ワイスの名店特番、ローカルだと7月2日、CS だと7月3日から放送だそうです。 えっと、もちろん CST の静岡公最終日の生放送予定は相変わらずのままですということですね。日曜日にはテレビでだけれども、静岡公演見られますね。見られる環境のアイススケート好きな皆様盛り上がりましょうねということなんで、ぜひね、楽しんでいただければなと思うんですけど、これがだからファンタジーの最後、最後になるんで、ちょっとこれはもう見逃せませんよね。うん。はい、えー、YM さんどうもありがとうございます。 ヒロミさん、本当に幸運でしたね。私もそんな経験してみたいです。おそらくマダムたち、ヒロミさんの礼儀正しい対応に、デニス君も日本に良い思い出を作って帰れたのでは。えー、海外スケーターの方々は、やはりそこまで追っかけられることがないので、自由にされてます。あ、なるほど、そういうことなんですね。こ コロナ前ですが、えー、これはフレンズオーマイスに行ったとき、あそこは歩いて10分程度のところにプリンスホテルがあるので、皆さんそこに宿泊されるようです。えー、荒川さん、馬くん、大ちゃんあたりはタクシーで運ばれていくのですが、その他のスケーターは歩いてホテルに戻っていらっしゃいました。えー、シェー,ーンンボさんは、 お子さんと旦那さんと一緒に戻られましたねということですね。なんだかバカンスみたいで楽しそうでした。あと、本田さんと田村さんも手を振りながら歩いて戻られたんですが、田村さんは田村大和さんですよね。うん、田村明子さん、田村さん、あれですよね、大本さんですねを、えー。衣装45リッターのゴミ袋に入れて持ってかれたのが壺でしたということですね。 えー、皆さん、古参のファンが、ファンさんがいらっしゃって、並んで一緒に行かれましたね。残暑の気持ち良い、風の中、楽しそうで、なんだかこっちまで嬉しくなりましたということで、ちょっとなんか面白い思い出ですね。うん、でも、海外の人ってあんまり追っかけられたりとかってないんですね。うん はいいえー、弥生さんどううもありがとうございます髪バッサリ切りました。あ、そうそうそう。これさっき、ね、紹介したんですけど、格闘技やってそうなイメージです。おたふくソースが好きなんですね。おたふくソースは広島なんで、小さい時は何でもおたふくソースをかけてましたということでね。そう、これさっき紹介したコメントなんですけど、まあ、僕はあのおたふくソース派ですね。ブルドックソースはちょっと変わらないかな。うん。 YM さんどうもありがとうございます。よくお似合いですよ。えー、素敵。本当に私個人的な趣味ですが、短い方が素敵だと思います。僕もね、勝手になんですけど、短い方が自分的に好きですね。うん。てか、あの、なんか長いとあんまり、あんまね、好きじゃないですよね。うん。ありがとうございます。 えー、たまさんどうもありがとうございます。かぶくんもずっと前から毎日楽しみに、えー、ここのチャンネルを見て聞いていますよ。私は、うのくんの回も、羽生くんの回も、他も全部見ます。そして、全部いいね。あ、ありがとうございます。かぶくんが毎日動画を上げてくれることに感謝の気持ちです。初めてコメントしましたが、これからもずっと応援していますよ。あ、ありがとうございます。嬉しいですね。うん。まあ、あの、そんな感じでこのまま続けていこうと思いますので、ね。よろしくお願いします。 はい、えー、そして松井さん、どうもです。カ、え、ブ、ー、さん、こんにちは。私も好きな選手はいますが、全部演技は見たいです。本当は、えー、テレビ、全日本、全部見たいです。えー、グランプリかなこれグランプリシリーズもかな途中だから面白くないですということですね。うんまあ、確かに全部見てみたいですけど、このグラ,ング,ランプリグランプリも途中だからっていうのはちょっとあれですかね。あんまり全部放送してくれないからっていうことかな。 はいえー、マリリンさん、どうもありがとうございます。えっと、ちょっと驚きのコメントというか、髪、えー、カット、ぐっとですね、爽やか、ありがとうございます。で話変わって、小塚ブレードのことですが、名前の通り、小塚さんの発案から10年で、えー、できました、えー。選手を怪我から守るため、金属の塊から掘り起こし、えー、削り出します。つまり溶接の部分がないので折れにくく、軽いのです。素晴らしいですよね。 えー、ループフリップエッジをインやアウトで四回転となれば負荷もすごいですよねいやー多分すごいと思いますよ四、うんまあ、回転どころかダブルでも苦労してるんで四回転となったらものすごい体重に負荷がかかると思います、えー、そして鍵山コーチは名古屋出身ですから小塚さんのお父様と親交があり五六年前に電話で勧めたそうですだけど一向に連絡がなかったそうですあーそうなんですね 鍵山コーチはかなりの手法で、電話の時はお酒が入っていて、忘れてしまったらしい。あちゃあ、これはちょっと、このエピソードは初めて知りましたね。皆さん知っていましたかこれ。え、試し運転の時スケラボの元選手の2人にジャンプ3回転やってもらいました。あ、これ僕見ましたよ。確かなんかスニーカーを履いてるような感覚っておっしゃってましたよね。えー、そんなにいいのって思いましたよ。うん。小塚さんもう飛べないって、カート・ブラウニングと、 え小塚さんのステップだけのアイスショーのコラボよかったなということで小塚さんも飛べないって言ってるのはこれはもう全部もう飛べなくなっちゃったっていうことですかねうん えー、佐藤さん、ありがとうございます。かぶくん隊員、おめでとうございます。私の可愛くて、スタイル抜群の三原舞、あにゅうる、荒川静香の細身が、ファンタジーオン・ワイス神戸で目立った、え、目立ちました。悪いエワ、ホンダ・マリン、ウンス、ステファン、そしてかぶくんも入ります。お顔と語り口の柔らかさも魅力ですね。ということで、ありがとうございます。うん。 ライティも楽しみでございます。あのね、三原選手も今回のファンタジーでかなり人気がね、出ているので、ライティどんなプログラムを作るのかね、僕はちょっと楽しみですね。うん。え、竹森猫さん、どうもよろしくお願いします。えー、こんにちは。コメさせてもらうのは久々ですが、たまたま拝見してコメせずにはっていう感じです。 本当、ほんといろんなこと言ってくる方がいるんだなって驚きです。私は宇野選手ファンですが、他の方の話題が出ても何とも思わないし、時間も限られているので、それこそサムネで惹かれたものを見るようにしていますよ。株ブ君がどっちよりとか思ったこともないです。記憶違いだったら申し訳ないですが、不満書いている方は以前,以前に米である選手の祖父が 孫、まあ、が世界一うまいとかなんとか取材で答えられた話を、なんて恥ずかしいみたいな声を書かれてた記憶が。 ということみたいですね。曖昧なので違う方だったら申し訳ないですがということですけど、ちょっとここら辺はわかんないですね。祖父がお孫さんを一番に応援することくらい許してよって思った記憶があります。これって翔馬くんのおじいちゃんのことということですかね。変なこと言う人は気にせず、これからも頑張ってくださいねっていうことですね。そう、僕もね、あんまりちょっと気になっちゃう部分もあるんですけど、なんかちょっともう吹っ切れてる部分もあるので、うん。 まあそんな感じただこのエピソードはちょっとわかんないですね。うん。えー、たつのトピコさんよろしくお願いします、えー。そんなに好きな人の話題だけで盛り上がりたいなら、ファン同士だけで思う存分語り合えばよいのでは。わざわざ自分から居心地の悪い場所に来て不機嫌な態度を取るのは、その場所に提供してくれた方や、えー、その場所を、 え、すいてくれる方々にとても必要なことだと思いますということですねいやでもね以前は非常にあのとてもね普通にコメントしてくださってとても面白かったのでえー、ってちょっと僕逆にあのびっくりしましたね僕は、うん、えー、ホワイトまゆさんえー、なんだかめんどくさいですね かぶくん、えー、体調悪くなりそう。いや、ちょっと昨日はちょっとびっくりしました、本当見たくなければ、見なければいいだけのこと。わざわざコメントするなんて気分害すれば。とう方、フィギュアファンですが、こういうのが嫌いです。うん。いやー、そうですね。ちょっとしんどいというね。もう、昨日はショックでございましたけどもね。うん。今日はでもだいぶ大丈夫ですよ。はい。えー、なみなみさん、よろしくお願いします。えー、かぶくん、こんばんは。ちょっと久しぶりに語ってしまうかも。 確かゴールデンウィークの時も、ある羽生選手とファンの方から、宇野選手の話題が多くて、不愉快みたいなコメントがあり、その時も、かぶ君説明していましたよね。なのに、再び、そう、そうなんですよ。うん。あの時もあって、だから今に始まったことじゃないんですよ。 うん、えその頃、羽生砂漠がしんどいと嘆く羽生選手ファンのために、宇野選手ファンの方が砂漠の中の一滴の水にしかならないかもしれませんがとお,おっしゃいながら、えー、羽生選手の話題を提供してくれましたよね。それに対して、羽生選手のファンの方から、宇野選手ファンなのに、私たち羽生選手のファンの気持ちを思いやってくださり、ありがとうございますというようなコメントもありました。ありましたよね。そんなやりとりを見て、とても心が温かくなりましたよ。 私は最近忙しくて、歌舞伎の動画も、えー、全ては見られていません。でも、サムネなどに、宇野選手の名前が書いてあると、それをピックアップできるので、とても助かっています。えー、ラジオっぽく聞きながら仕事をしたりもしています。ちょっと物語っぽいこともしていて、宇野と書きたいのに、宇野まで、えー、書くと勝手に宇野昌磨と変換されてしまい、あら大変となることもありますが、と話がするてしまい、えー、すみません。で えっかぶブ君は私たち視聴者に寄り添ってくださっていますが、たとえかぶ君がある特定の選手を取り上げ、その選手のことを熱く語ろうとも、たとえ丸々選手りだったとしても、何の問題もないかと思います。すそそうううですよね。うん。あの、そう思います。 だってここはカブクンテレビですから、そのことに私たちがとやかく言うのはお門違いかと思います。私たちは強制させられているわけでもなく、カブクンテレビの他の YouTuber の方のチャンネルも取捨選択できるわけですから、ここは羽生選手専門でも宇野選手専門のチャンネルでもなく、もっと言うならフィギュアスケートの専門でもないですよね。まあ、あのフィギュアスケートがまあパーセンテージとしては大きいんですけど、まあ、でもその専門ではないですね。 うん、確かに。カ、え、ブ、ー、君が好きなことをやる専門チャンネル。その通りです。そんな感じです。うん。それに、オリンピックでマスコミにあまり宇野選手が取り上げられないことを、えー、投げている宇野選手ファンを不愉快に思う方もいましたが、別にこの時だって羽生選手を悪くなど言っていないのに、だったらなんでこのカブテレビで羽生選手の話題が少ない決して少なくないと思います。僕もね、少なくない気がするんですけどね。うん。だからびっくりしたるんですよ。 そう僕もちょっと昨日見返しちゃいましたの、ね、で、ね、全然少なくないと思ってむしろあのー、ね宇野選手も羽生選手も話題を交互にやってたんでえー、っとてちょっと思っちゃってそれがびっくりでしたね。かなり 逆にこうね、あのー、羽生選手とアンチとかもあったりとかしたら、えってなったりするんですけど、それはあのね、運動国編音さんのね、あのーあのーベルモ、ベルモさんだけであって、特にそのアンチってのはなかったですから、僕もちょっと昨日はびっくりですね。うん、しかもマスコミと違って、このカブくテレビでは好きな選手のことを語れば、基本、カブくが取り上げてくれます。それなのに、〇〇選手と話題が少ないというのは違うような気がします。うん そうですねなんかちょっとびっくりかなって思うんですよねうん私は最近定期的に宇野選手のことをコメントしてくださる方が増えてとても嬉しく思いますそれも結構はね知らないことも結構多いんですよへ、えーってねだから興味深くて、まあ、好奇心がかなり僕はあるので面白いんですよねうんそうそうそうだから羽生選手の話題も宇野選手の話題とかもあんまそのね何パーセント何々選手って関係なしにえー、そうだったのとかザリトワボクシングとかね トゥルビックくに、多そうですよね。うん。以前も書きましたが、もっと前のカブクンテレビでは、なんとなく宇野選手ファンは肩身が狭くて、宇野選手ファンを公言、カミングアウトするのに勇気が必要でした。羽生選手のファンの方は、そんな勇気必要ないですよね。そう、そう,そう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 、そこなんですよ。そう。だからね、なんかしんないんですけど、宇野選手を称えると怒られるんですよ。 <laughs> ね、何なんだろうねって僕最初の頃思いましたけどでも僕は宇野選手はとてもすてきな選手だと思うのでもう別にアンチが多くてもいいやっていう感じで、えー、押し通してきたつもりなんですけどね。 あの話できればいいと思うんで、これからも続けていこうかなと思うんですけど、カブ君がこれからもの選手の話題を少なくするとか考えていないとはっきりおっしゃってくださって、とてもありがたいと思いました。いや、変わりませんよ。この調子でこのまま僕は何、何かの顔っていうか、別に何も悪いことしてないですし、もうあの、この調子でそのままやっていこうかなと思いますね。うん。どの選手とファンの方も遠慮なく語ればいいのではないでしょうか。そうそうそう。だから別に羽生君の話題もあれば、羽生選手の話題も語ってほしいし、 もう別にもうあのフィギュアスケートの話題だけじゃなくてもいいんで、えー、っていう話題については気軽に語るでいいと思いますねで。それについてギャーとかって言わない、言う必要はあんまないので、自由にやることが僕はいいかなと思いますね。うん。あとは、かぶくんのお好きなように、久しぶりになかなかと語ってすみませんということでいやもうね、本当その通りでございます。もうその通りなんで、ありがとうございます。うん。助かりましたね。はい。 えー、YM さんどうもよろしくお願いします、えー。確かにフィギュアは演技にその選手の人と、えー、人のなりが出ますから、えー、それぞれの選手の個性が強く現れてしまいます。好き嫌いがはっきりしてても仕方ないのかな。特に羽生さんと翔馬くんは演技だけではなく人柄も結構正反対。確かに。 確かに正反対ですよね。どちらも好き嫌いがはっきりしてしまうのかもしれません。演技だけを冷静に見れるようになれば、もう少しのんびり見れるのかなって思ったりもします。確かに羽生選手と宇野昌磨選手は正反対のような感じがしまして、うん、かなりはっきり出てきてしまうかなっていう感じあります。あ,あるかもしれないですね。うん、逆にその違いはあっていい気がするんですけども、菅、え、原、ー、さんどうもありがとうございます。 今朝、さらっとの動画を視聴したら、なんだか、あの、物々しいようなことになっていて、えー、驚きました。時間がなくて、今朝はコメントできなかったので、遅くなりましたが、少しだけコメントします。えー、羽生選手と宇野選手、それぞれのファンが対立し、ギスギスしているようですが、まずこういう行為は、選手が望まないことだと思うので、やめるべきだと思います。その通りですね。うん。あのー、選手自身はどう思っているのかはちょっとわかりませんけど、 あんまりいいことではないと思います。選手同士が仲悪くなる原因にもなる可能性もあるので、そしてフィギュアスケートを幅広い視点から取り上げることをモットーとしているカブクンテレビの趣旨にも反することになり、〇〇選手の話題が少ないから文句を言うのも非常に不適切だと思います。うん、意見がある場合は、形式的に話すことが大切だと思います。そうなんですよね。だから、ずっとあの、ねえーまあ、動画をやってきて、そういうようなのが、まあ、 そういう感じもなかったわけですから、ちょっとびっくりかなと思いますね。で、話は達成しますが、例えばクラシック鑑賞が好きな方がいるとして、ショパンの曲が一番好きでも、ショパンだけを聴く人はおそらくいないと思いますえ。ベートーベン、モーツァルトなど、他の音楽家の曲も聴いて、幅広くその趣味を楽しむことが多いと思います。フィギュアスケートに関しても同じではないかと思います。そのとりですね。うん。 音楽もそうですし、絵の世界とかでもそうかなって思いますね。うん、例えば、10人の選手がいたら10通りの個性があり、まさに10人トイレだと思います。幅広い視点から見た方がより一層楽しくなると考えています。その通りだと思いますよ。僕もね、そういう考えなんですけど、ね、まあ,あのでもまあ、この選手だけがいいっていうね人もやっぱりいるかと思うんで、それもそれで僕は悪くはない気はするんですけど、まあ、いろんな見方がねあるかなって思いますね。うん はい、えー、そしてちごプリンさん、どうもありがとうございます。えー、ISU 公式スポンサーのキヤノンが今月いっぱいでスポンサー撤退だそうですよ。そして来シーズンの四大陸選手権の開催予定国であるオーストラリアが辞退したそうですよ。ということみたいです。はいなぜでしょうか。 はい、ちょっとびっくりですね。うん。キャノンについては、これは財政的に厳しかったということでしょうかね。あの、オーストラリアはなぜだか、ちょっとわかんないですがそ、そうらしいですよ。ちょっと残念ですね。うん。えー、空風さん、ありがとうございます。えー、広島のおたはくソースは私も好きですよ。さすがにベルリンでは手に入らないですかね。あのー、なんかね、アジアンマーケットに売ってるっぽいんですけど、結構な値段しますね。 かなり高いですよ。今度そこら辺の様子も撮影しようかなと思うんですけど私も広島県に行ったことがありその際に名物の広島風お好み焼き焼きそば入りを食べました夏は猛烈な暑さですが冬は瀬戸内海側の、えー、福山呉広島宮島口など、えー、あ暖かいですよ、えー、個人的には尾道や宮島にある 嚴、えー、島神社の風景が大好きです。素敵なところですよね。僕、実は行ったことないんですよ。うん、行こうと思ったんですよ。時間がなくてね。えー、必ずいつか行きたいところですね。うん、それと尾道市尾道市、尾道市と愛媛県の今治市を結ぶしまなみ街道があり、えー、四国地方へのアクセスも便利です。 四万十川の清流の風景もおすすめで。ああ、素敵なとこでしょうね。行きたいとこですよ。もう全部行きたいとこですね。うん。あの、この辺はほんと景色がきれってね、祖母が言ってたんで、ここは僕行きたいですね。うん。あのね、日本にいる頃って意外とその、なんか近かったりとかして、いつでも行けるような感じになってて、あんまり行かなかったんですけど、いざこっち来てみると、ああ、そこ行けてよかった、こう行ってよかったっていうの結構あるので、それがちょっと残念ですね。うん。 あの訪れたときにはいろいろ旅したいですね。お金がかかるんで、まあ、お金をちょっとどうにかしながらなんですけどもね。はい。九州も長崎とか行ってみたいね。うん。えー、ヒゆずきさんどうもです。まさにビギナーズラックとはこのことですね。 まさかふらっと歩かれているなんて思わないですもん。皆様ありがとうございます。そこなんですよね、逆に。うん。わーと思って待ち構えてるよりも、普通にボケっとしててやってた方が、逆にこうびっくりするみたいなね、そういう気の思い出だと思いますよ。うん。えー、ミガさんどうもありがとうございます。 えー、大ちゃんはアイスタンスに転向し、トゥルソーは陸上、ザギトはボクシングと来ましたか。あの、トゥルソワ選手って陸上に完全転向ということなんですかね。うん、フィギュアスケートには戻ってこないのかな。羽生選手はフィギュアスケート以外は選ばないと思いますが、夏季オリンピックに出るならアーチェリーが向いてるかと思います。確かにめちゃめちゃなんか想像できますね。できることなら、弓道、明治神宮で翻弄してほしいです。翻弄でいいのかなうん。 弓道経験者なのでわかりますが、弓道はおじいちゃんになっても続けられるし、羽生選手の身体能力なら半分で十分いることができると思います。ああ、そう確かに羽生選手なんかあのシュあの想像できますねやってる姿が。なんでだって。 えー、袴姿はかっこいい。的に向かって集中する羽生選手の姿にハートを射抜かれる女性が大量に出ることは間違いないし。あでもすいませんこれなんか僕も想像できちゃいましたね。うん、別件ですが、袴男性用着物専門の羽生選手の、えー、写真集を作ってほしいです。絶対買えますということで。うん、ぜひあのー 写真集専門の方、うん、いましたら、えー、なんか買う方いるらしいですよ。うん、でもこれの声似合うかもしれませんね。うん、とてもいいと思います。はい。でもだんだんなんかフィギュアスケートはあのね、から違う、あの、スポーツに移ってくるロシアの選手、ユイノヤラさんからも今コメントいただいてますけどもね、ザギトワがボクシングはびっくりですねということで、ボクシングに移って、これは完全に、まあザギトワもう引退してますから、あれですけど、トゥルソワとかもね。 うん、見てみたい気はするけど、顔がボコボコになってほしくないですね、ということなんですよね。なんかザリトワのこう美人な感じでね、逆にちょっとそういったこう怖い、美人だけどちょっと怖い感じのザリトワもちょっと気になりますね、僕はね。うん。はい。そして驚きのコメントですね、これは。はい。びっくりです。うん。えー、マイクバーティラさん、こんばんは。早速ということですよ。えー、続報です。 ザリリタのの対戦相手は東京五輪57キロ級金メダリストの男子とということですよ <laughs> ちょっと待って、これどういうこと本当に。一発ノックアウトじゃないでしょうか。脳に損傷とかはないといいんだけど、これ本気でやるっていうことです、これあの。なんかこれあの、プロレスみたいな感じで、プロ的な感じの,そのショーではなくて、本気でやるっていうことなんですかね。ちょっとこれはちょっとびっくりしすぎなんです、はい えー、かなり本格的にやるということらしいんですけど、僕もオタハクソース大好きです。ベルギー在住に行くとき持ってきました。あ、そうなんですね。なるほど。な、えー、きかなえも大阪人なので、お好み焼きが大好き。必ずオタハクソースでしたね。娘もオタハクソースで僕もオタハクソースなんですよ。うん。関東はブルドックなんですけど、ブルドックちょっと辛いですね。うん。タムインサボが日本から送ってくるんで、オタハクソースでお願いしますってね、言いますね、僕はね。うん。 食事はね、感謝の方が僕は合ってるかな。うん。えー、YM さんありがとうございます、えー。最前列で見たくないのかって意見が出ていましたが、実は私、今まで最前列を狙って、コロナ禍っていうこともあり、数回経験しました。でも、最前列が高額の割にいいのかっていうとい、いろいろ不都合もあると思っています。特に一番高額のロングサイドの最前列については、最前列のセンターならともかく、 端っこなら反対側はとても見づらいということみたいですよ。うん。これぜひ、あの、チケット買われる方は参考にしていただきたいんですけど、特にジャンプは中央で飛ぶことは少ないので、自分のいる方でジャン飛んでくれるジャンプに関してはよく見えますが、反対側は全然見えなくなってしまいます。ですから、今回はドリームオンアイスもザアイスも全体が見渡せる席にしてみました。 まあ、いずれにしても、見学にかかわらず、良いとき悪いときはあるような気がするということみたいですよ。そんなに、えー、高くない席でも、ちょうどステップで向かってくる席だったりして、迫力満点で見れたりするときもあるし、いろいろな気がします。で、新横浜や名古屋の愛・地球博のリンク、すいません、正式名なんでしたっけ、なんかは、そんなに大きな会場ではないので、 少し後ろの席でも、アリさんみたいに小さくしか見えないってことはないですからということらしいです。うん。アリさんみたいにっていうところがいいですね。あと、ドリーム・オン・アイスについては、行くのは久しぶりなのでわからないですが、ザ・アイス、特に名古屋公演については、最終的にはいつも完売です。売れ方はゆっくりですが、別に早く売れたとしても、収支が変わってくるわけではないですが、私も含め、皆さん仕事もあるし、 家族の予定もあります無理なく行けるために、もうゆっくり日程を決められる方が私は嬉しいということですよね。うん、なので、あのぜひね、相性行かれる方、買われる方とかね、えー、参考にしていただければなと思うんですけども、あのなんか近ければいい気はするんですが、映画館的な感じもというよりも、まあ選手がこうステップで向かっていきたいとかっていうこともあるんで、運とかもありそうな気はしますね。うん はい。えー、ジュキムさんどうもです。カム君、いま一度コメントを見直してください。7件が23点のコメントで増えてます。これ見ちゃいました、僕。うん。でね、若干これ発表しましたよ。これは発表した方がいいと思います。閲覧、閲覧注意でしたね。うん。えー、それから、マイクボ様のコメントの返信をどうぞ、いたわり会になっていますよということなんですけど、えー、っと、目が点になりました。 はいえー、僕は目が点になってますね。途中までちょっとコメントさっき紹介しちゃいましたよね、僕。うん 閲覧注意が最近多いんんですよねうん、そうそなんかね、退院した後から結構閲覧注意級になってるんですよ。えー、まさみんさんありがとうございます。カブ君が退院してほっとしたのにコメント欄が荒れちゃいました。そう、なんかね、退院と同時にコメント欄が荒れたんで、退院した方が良かったのかって逆に言うっと思っちゃったんですけど、昨日のカブ君のお話を聞いて私は良かったと思ったのは、カブ君が自分の言いたいことをストレートに伝えたことです。病院でははっきり らられなかかかったた場面もも見かけのののでここはカ君のチャンネルだから運営もカ君の意向のままであるべきですまあ、あの一旦ねその天皇陛下についてのまあちょっと荒れた部分あったんですけどそれはまあ僕の勉強不足も多かったんで仕方がなかったんです今回の件はちょっと僕的にあのまあまあぶり返しちゃうと羽生選手もアダヤも提供あの話してたつもりだったんでびっくりしたねうん怒ったっていうかびっくりでしたねうん あのショックというかびっくりな感じで、う。ん カブ君のスタイルが好きなら視聴者になる、不満があるなら見ない、または他のチャンネルでは当たり前かと思います。うん。なんか、臨機応変に考えていくっていうのが一番いいかなと思うんですけど、しかしながら、昨夜の H さんも、今回の5 1さんも、なんというか、言い方や表現に失敗した感じがします。えー、前窪様のおっしゃっている方は、コメント欄のやり,やり取りで、もう怒りのスイッチが入ってしまって、死理滅裂になっているように見えました。 しかし、昨夜の H さんは、過去に良いコメントもたくさんされたそうなんですよ。だからびっくりしました。うん。H さんはちも気持ちが少し塞いでいて、伝え方に失敗したかなって思いました。そしたらたくさんのバッシングコメントが来て、今までコメントしていなかった方もたくさん来ました。えー、少し気の毒に感じました。えー、もちろん、カム君を応援するコメントは、良き、えー、そうですね。あのー、あ、えっと、良き、 えー、良きで、私も同感です。まあ、同じようなことが以前もあったようだし、私が以前通っていた他のチャンネルで、えー、同じようなことが何回かも起きたんで、時折自然と起きてしまう事象かと思います。私は、カム君のお話は、えー、素朴で正直で、でも、時々として、えー、鋭い視点と、えー、個性的な感覚が見えて好きです。えー、これからも、カム君そのままで良いと思いますということなんですけど、あの、実はね、昨日ね、 あの、それだけじゃなくて、中年ぐらいね、同じようなコメントが来て、えって思いましたね。うん。ちょっとそれについては公表しなかったんですけど、ちょっとびっくりでしたね、昨日はね。うん。まあ今日はちょっともう、冷めてるっていうか終わったんですけどもね。うん。そう、だから、イリーはまあ自由なんで、そう。だからなんかちょっと、だから僕もちょっと、まあ揺れましたけどもね。うん。 はいえー、そして、さラカいさんどうもありがとうございます。もう今日はね、最後までいっちゃいましょう、えー。丁寧に読み上げしていただき、ありがとうございます。臆測になりましたが、さらに追記します。カブさんも谷川俊太郎さんの春にをご存知だったんですね。あれ、これ谷川さんだった,だったんですね。谷川さん、素晴らしい詩が多いなと思います。春には僕は大好きな曲で、合唱曲の中では多分一番好きなんじゃないかなっていうぐらい好きな曲ですね。うん。 あの私はこの曲の歌詞が好きで、喜怒哀楽を曲の中で壮大に表現されている点も好きです。ちょっと悲しくなっちゃいますけどもね。あと、地球の鼓動、ミスター・モ、えーニング、第一の歌、巡り合い、手紙、背景15の君。ああ、この曲いいですね。アンジェラ・アキさんですよね。うん。空も飛べるはず。あ、他,他の曲は知らないんで、ちょっと聴いてみたいと思います。おそらくこれで全部だと思います。 手紙、ああ、いいですよね。これだからさっきのアンジュラヤキさんの。えー、という曲は、まさに中高生におすすめですが、大人になってからでも響く曲だと思います。素敵な曲ですよね。この曲、昔ね、ウォークマンで何回も聴きまくって、ウォークマン落として、あの車に、あの車にそのウォークマンを引かれてね、あの壊れましたよ。 はいすごい覚えてます。で、これ聴いてるときに、あの、ね、壊れたんで、めちゃくちゃ覚えてます、この曲。はい。リクフィギュアで春にを使った演技を将来的にやることを検討してるんですね。楽しみにしています。いや、アンジェル・アキさんの曲もいいなって、ちょっと、今勝手になんかあの思い出しましたね。この曲、ほんといい曲です、手紙ね。うん。泣いちゃいますよね、ちょっとね。うん。 はい。いや、ちょっとなんか話とね、盛り上がるんですけども、私事の話になりますが、中学時代は偶然にも3年間同じ担任の先生にあたり、国語の先生でした。私以外に他にあと2名いましたが、4クラスあるにもかかわらず、3年間担任の先生は変わらない経験をした人は稀でしたね。あ、すごい稀ですね。都内の公立中学校なので、なおさらです。 ちなみに私は神奈川県との県境に近い地域に住んでました。ああ、川崎とかあの辺ですかね。ちょっとわかんないですけども。先日、学校問題についての話題の会の時に、私が高1の時の担任、数学が暴言を吐きまくっていたんで、ひどい目に遭った話をしましたが、中学時代の担任の先生はとても素晴らしい先生でした。やや怖い先生であり、恐ろしいという声こそありましたが、同級生、保護者ともの悪評の声はなかったです。うん。 なるほど、えー。女性、当時40歳前後ですが、とにかく元気で、満々な、元気満々な先生で、マンパワーなら1人、えー、人でも1学年分まとめられるほどでした。そんな学校 先生の授業で春にを習えてよかったと思っています。えー、すると1年生の時の個人面談は学校ではなく自宅での開催だったため、当時住んでいた自宅の私の部屋で面談をしましたが、先生がピアノに目が行って、急だけど1曲弾いてよと言われたんで、急遽弾きましたが、さすがに緊張しましたね。雑談が多くないすいません。いやー、すごいですね。ピアノ弾ける人僕すごい尊敬するんですよ。すごいなと思って。あの、僕ね、ピアノ弾くと、 あの親指、左指の親指、こうやってやったら、右も親指になっちゃうんですよ。うん。だから同じになっちゃうんですよ、両手がね。なんか絶対無理なんですよね。ちょっとね、あの習ったことあるんですけど、もう絶対無理。あのね、親指がね、右指の親指が親指だったら、左指も親指になっちゃうんですよね。うん。はい。えここから先は、ゼロ回に関する話題です。 え実は日本でも似たような現象があり、駅によっては0番線、JR 西日本、四国、九州、管内は番線ではなく乗り場が存在する駅があり、これ、番線と乗り場ってこれ違うんですね、あの東日本と西日本で。これでもちょっと驚きなんですけど、えー、存在する駅があ例えば関東地方なら綾瀬駅、東京都と高崎駅、群馬県です。 えー、海外にもこういうのがあるんですね。なるほど、あるんですね。綾瀬ってちょっと僕的にかなり身近なんですよね。うん。で、新たな発見です。長々と失礼いたしましたということです。綾瀬はね、ちょっとあの懐かしいですね。いろいろ、この、ね、地区はね、危ない、いろいろあるんですよ。うん。で、ちなみに、あの、神奈川県の東京都の県境っていうのがあったんです僕もそのあたりが昔あの出身地だったんで、ちょっとまあ、場所的に、まあ、いろいろあるとは思うんですけどもね。うん。 はい。というわけで、そんな感じです。えー、みるみるさんありがとうございます。一本まるまる宇野選手の話題でも、他の選手の話題でも全然問題ないと思いますよ。そうですよね、問題ないと思います。一本どころか、二本立てでも全然ありだと思います。も全然、あの、少なすぎると思いますよね、一本どころか。うん。あの、全然だから、一本どころか、二本でも三本でも、十本でもね、全然ありだなと思うので、うん。 はいようこのかば歩きさんありがとうございます。フィギュアスケートのファンはアスリートを応援していることを忘れたらあかん。いやその通りだと思いますよ。ドロドロしなさいな。えー、羽生結弦も宇野昌磨も今年はやりますでしょう。そうですよ。だからほんとね、逆ですよ。もっと盛り上がんなきゃいけないです。楽しみ。あと、コリアダ君のシンドラのリストの完成形が見たかった。うん。いやー、見たかったですね。途中で終わっちゃったんで。うん。コリアダ君も確か進行だったっけな。 ね、ちょっとオリンピック見れませんでしたけども、うん、逆ですよ、もうこれからもっと盛り上がっていけなければいけないのに、揉めてる場合じゃないっていうね、感じなんですよね、本当とね。はい。というわけで、ありがとうございます。もう今日は最後までいっちゃいましたね。うん。えー、これで終わりにしていきたいと思います。